日グローリーさん来てます。急上昇ランキング乗ったの YouTube 乗ってました。急上昇ランキング入れるとちゃいますね。誰でも。いやいやいや誰でした先日すいませんでした。あんな出しに出しにね、動画にされて聞いたんですけど、ひどくないですか。その本当ですか。はい、よく来ました。なんすかそんな強気なんですか。これは俺叩かれるな。いやー、好きな車もいっぱいあります。はい、どうですか。怖いもんやね、スゴールスゴール。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。本日、夢を…あれあれ変わったな。夢を現実に変えた。変えちゃった。グローリー。いや、多分変えたっすよ。変えたよな。はい、変えてなかったかな。本日グローリーさん来てます。はい、なんと急上昇ランキング乗ったの YouTube 乗ってました。フォロワー何百人状態の時に今まで何千人まで一気に乗ってるらしいな。あ、何百人だったんですか。もともと行って1000人だったんじゃない。今4000何人とかありますよ。急上昇ランキング乗ったらしいよ。一番うちでも最初に乗ったのに2年目ぐらいじゃない。うち殴った時じゃないかな。急上昇ランキング、はい、はい、ちょっと行ってみよう。はい、相変わらず高級車並んどんな。はい、並んでますね。なんかお絵かきしてるランボルギーニがありますよ。なあ、こんにちは。あ、マジすよ、これ。おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。レベル違います。一緒ですよね。ちょっとスタイリッシュな。知ってます。急上昇ランキング乗ったら知ってます。え、 YouTube 急上昇ランキング乗ってます。そうなんですか。知らないですか。知らないです。もう今出てない。今探したんですけど乗ってなかったです。本当ですか。こいつが見つけたんですよ。はいはいはい、この間のやつですね。どんな動画なんですか。スーパーカーは壊れるだろう。はいはい。でそれトークですか。そうです。社長と代表がいろいろ説明してくれて。あ、社長が自ら出たんです。そうです、そうです。出なかったですよね、やっぱ社長ですよね。偉そうにメールするの早いですよ。え、偉そうに命令するの早いですよ。そんなことないです。いい顔しちゃっすよ今。今いい感じの感じで面白かったよ。急上昇ランキング入れるとちゃいますね。誰でも。いやいやいや、お呼びです。誰でした。先日すいませんでした。フェラーリ、はい、売ります。まあ、ここは清水の舞台から、はい、飛び降るつもりで、はい、まあ、1400ぐらいまで買います。おお、もともとの方が1500。またちょっと一度検討します。そうですね、またご連絡ください。本当に1500万円買ったものが、はい、1400万円だけ。どう思う、杉山さん。あんな出しに出しにね、動画にされて聞いたんですけど、ひどくないですか。何ですか、何ですか。もううちの代表が頑張って、塗り替え屋さんだからということで、はいはいはい、金額もいい感じにして、清水の舞台からですよね、言ったんですよ。僕本当にでも先に言ったじゃないですか。でもなんか出なくなかったから、ちょっと一応常に声かけちゃった。声かけちゃったみたいな、はいはい、まあ、同じで言ったら、まあ、これから塗装はさんとかやね。申し訳ございませんでした。うちも 5棟ぐらいやったかな、塗り替えさんで。今度杉山んちで。いやいや、そう思ってたんですよ。付き合い方考えない。社長が、じゃあ俺その時忙しくて本当なんですよ。全然連絡電話かったんですよ。これ嫌われたなと思って。朝から電話かかってきましたもんね。どう思う、なんかちょっと辛い。まあ生涯25年やってトップ3に入るぐらい。マジっすか。これだけの付き合いがあってみたいな。やめなさい、やめなさいよ。まあ怖いわ、冷やすぎだもんな俺。なんか1台買ってて前ですよね。お詫びとして、お詫びとして持ってますよね、まだ。動画上のことだけじゃなくて、ね、もちろんもちろん。でもグローリーさん YouTube めちゃくちゃ伸びてるらしくて、いや、びっくりしましたね。急上昇ランキング全然気づかなかったんですか。あれどこで見ないんですよ。急上昇ランキング、急上昇ランキングっていうところがあるんです。でも動画に多分ここに出るはずですよ。消えちゃったから急上昇ランキング何位って。動画にも出てるんです。この前のあれ、何だったお金逃げたやつおったじゃないですか。はい、あの動画も急上昇で。いや、あれじゃない、あれじゃない。あ、もうなんか元があるのね。元がいいよ。そう、急上昇って全部再生数だけじゃないですよ。なんか例えばグローリーさんのチャンネル、まあ言い方悪いけどここだとして、うん、ううこの中でめちゃくちゃ面白い率ね、率、ね、うん、だけじゃないですよ。なんか例えば時代に合っとるとか。あ、ほんと。僕で言うと100万再生、200万再生し、なんか隣り合いとかなんですよ、急上昇出ないですよ。あ、出ない。はい、今一番多いやつが300万とかやってるじゃないですか。はいはい。だけどあれって最初の時あれでうわーっていったんですけど、はいはい、登録者があれだけで何万って増えたぐらいいったんですけど、うん、
で、ああいうのは社会性がないじゃないけど、まあ、コンプライアンスに、コンプラーって言うんですよ、とかってみんなが興味ある、あ、何かわからんすけど、なんかまで見とると、まあ座ってください。あ、いいですか。それはなるほど。僕、椅子座れるんですか。まあ、とりあえずギリギリあ、どうだけど、そう、連絡が気まずいんですよ、僕、そういうの。前、久しぶりにふと思い出してあれ、どうだったんやろ。その方法ですか。はい、よく来ましたね。なんすか、そんな強気なんすか。違うわ。ネットでなんか、うちも4000枚あるもんで、はい、いくらで載せようかなと思って検索しちゃったら、はい、これ、このなんか見たことあるなって出てきて、はい、もしかしてよ、はい、で、LINE したんですよ。4000枚の車どうしましたって言ったら、売ります。それだ。で、一言、こっちから連絡して、それですか。やばいっすよね。いや、これは俺叩かれるな。いやこれいいっすか。これ、視聴者さんに叩かれるやつだな、俺な。しかも、あの、うち、あの、5件、6件。そうそう、この前もこう。総額どれやってもらったんですか。結構やってますね。やってますね。詳しい話は、はい、後から僕もいろいろ聞かせてもらうんですけど。はい。そういう内容だったんですか。はい、人としてどうかってところですね。いや、もう本当にいいね。もう本当に確かに風で下がらし、いや、俺本当に買ってよかったと思ったし、まあそうですよね。どっちがいいから悪いからで言ったんだけど、まあちなみに声だけだもんね。順番というやつですね。いやいや、社長、すいません。いやいや、ただこの前動画打ち出したんですけど、今リセールがいいトップ3っていうのを出して、はい、今一番いいのはコルチェ。あ、フェラーリ。フェラーリです。逆にまだ上がってます、このご時世では。なぜかというと3年とか持って値段上がってる。上がってる、上がってる。その古いのからもどのモデルも上がってますね。ちょっとこれ外されるかな。もう言わないやりますよ。フリリングロードで外れるかな。例えば YouTube で、はい、募集しましょう、はい、あ、なかなかいないから。何ですか。ちょっと社長も上がっていただいて、はいはいはい、ちょっと一台もうこれってやつ、はいはい、視聴者に向けて下がらんぞっていう、まあおすすめ、まあこれで売れたら、まあ僕もちょっとまたまた遊びに来れるから、そう、気楽ね。この急上昇の時ぐらいに。ポルシェが何がいいかって、あ、これちょっと壊れにくいんですよ。壊れにくい。あー、ちなみにこれいかがですか。これ約4000万。4000万。これまあ特殊のネットショッピングの始まりです。4000万。いい、あ、まあないですよ。 GT3 の RS っていうサーキット仕様で、はい、なおさらバイザーファパッケージってこういうカーボンが付いてるんですよ。あ、カーボン、ステッカーとかじゃないですか。ステッカーじゃない。サディスか。本物のカーボン。本物のカーボン。ということはめちゃくちゃ軽い。軽量化されても練習、あのタイム叩き出すために。はー、あ、本気のやつ。本気のやつ。好きな人はめちゃくちゃ好き。うわすげえな。これだけでもあれですか、何十万かな、まあ、うん、しますよね。はあ、すごい。これロールバーみたいな。この仕様は多分今日本の市場で出てるの1台か2台です。え、あ、マジですか。なんかおまけあります。あの YouTube 見た聞いたら、あ、今ですね、うちがあのオリジナルブランドで、はい、あのカスタムパーツだったり、はい、あのボディコーティング剤を今開発してるんですよ。おー、スーパーカーネットカメラに出るんですか。まだ出してないです。もうすぐ出来上がるんですよ、はい、それサービスします。へー、いくら分とか。いくら分っていうかね、10回できるこのコーティング剤みたいな。コーティング剤、そうそう、何やるんですか。で、簡単なんですよ、うちのやつは。水洗いした後に、まあ、よくちょっと今ニコって北斎ありましたよ。だいぶ分かるぞ、これ言ってコーティング剤売れたら分かるぞみたいな。そのコーティング剤、そんなに3年もかけてよう、でもでだ、そういういろいろ頼むんですか。まあ、いろいろ研究して、いろいろ試行錯誤して、はい、本当にいいのができました。高級車の並びでお客さんに試してもらったりとか。売れやですよね。売れやいいです。売れや当たるけど、売れんと在庫でもう会社は結構、僕はあの T シャツでだいぶ失敗しろって上下2万円。まあ、売れんかったら僕らはもう、お客さんにサービス提供するただで配ればいいじゃないですか。あ、まあですか。あ、まあ最悪。最悪ね。それをなんとか中国とか香港で売れんかなと思ってます。はあ、その代わりいいものを作ったから。そう、やっぱ日本ブランドって向こうすごいじゃないですか。はい、で富裕層が 1億人とか2億人中国っているんですよね。あ、そう、先いますね。いますよね。はい、で、まあ、うちの知り合いが、まあ、全然違うんですけど、はい、美容、まあ、多分有名な会社です。美容ローラーを中国で今
売ってるんですよ。もう本当ビル建ちますよ、羽島。まあ有名な会社ですわ、ヤフーニュースの取り上げ台。1日の売り上げ60億、70億、ビガンローダー。ちょマジですよ。やばいっすよ。やばいっす、やばいっす。やばいっす。だからもう横にグローリービル建てようかな。夢は大きく。僕の T シャツも売ってもらいますよ。そうね。そちらで。そちらで。いや、上下2万です。めちゃくちゃいいんですよ、モードは本当に。なんかちょっと出し取ったやつですか。そう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 。なんかうさんくせえ。いやいや、俺ちょっと。うさんくせえな。見え。スルーしたんですけどね。ちょうどフェラーリ乗る人いいんじゃないですか。こんな狭いところ入らなかったら。ああ。やるともう体感めちゃくちゃ柔らかくなる。本当買おうかな、俺。じゃあ本当に俺あれ騙されてないです。プレゼントしますよ。もしあれだったら。そう、お詫びとしてね、今回はね。結構僕根に持つタイプやもんね。いいんですよ。申し訳ございません。申し訳ございません。まあそうそう、カルマ。時間も時間なんで。まあでもぜひ、じゃあ、そうですね、4000万。まあ冗談ですけどね。じゃあ本当におまけ付き、その、まあ高級。コーティング剤のプレゼント。はい。このプロセスですね。これあと全国、この杉山が、よろしくお願いします。納車今無料でやってるんですよ。無料で。そうです。このクラスを例えば東京まで運んだりすると、はい、まあ他の車屋さんだと15万20万とか高いですよね。陸送高級車すごい取るんですよ、ね。そうですね。うちはもう無料。あ、そこまで行くんですか。東京なんか、うん、今日でもない。東京なんか隣のコンビニぐらいなもんですよ。もう一回お願いします。ちょっと言い過ぎだな。本当にこれ。あ、そうですね。僕思うのは。あのフェラーリ買って、これ嘘じゃない、 YouTube だからってなんか俺宣伝のために言ってるんじゃなくて、やっぱ1300万、400万、500万の車買って、実際1年半また引き取ってくださいって言って持ってて、値段も出しまったんですね、 YouTube に出しまって、でちょっとお金に声かけたとかでちょっといろいろ不具合来てますけど、でも本当に実際にもうほぼほぼ損失、まあ距離乗るとちょっとわからんけど、まあまあまあそうですね、うん、だけどやっぱり俺もう1年半ぐらい持って、その所有欲っていうか、そういうのも満たせたし、やっぱフェラーリと出るよねって話のネタになりますね、ネタになるし、ね、飲み屋に行ったんですよ。そうそうそう、ただ俺はその好きじゃなかったね、 あんまり。そうそう、車がね、うん、イベントとかに全く顔出さなかったんで、はい、1、2回ちょっと声が出まったやついただけて、 そうですね、そういうところではちょっと飯込むし、コンボが好きじゃないもんね。まあしょうがないです、しょうがない。好きな車もいっぱいあります。はい、どうですか。そういうのやつ、ロールスロイス。今日はそういう日じゃない。今日は急所に乗った、あやかりみたいな。そういう意味でね、臨場。まあでもぜひ、まあよかったら。もうぜひ、ローンだけでも挑戦したいっていうのもありですか。ありです。4000万の車に挑戦したい。全然です。ぜひ視聴者の皆さん。本当多分値段下がらんと思います。で、ステータスって名刺になるじゃないですか。僕なんか YouTube でやってるもんで、いや、やってますよ、やってますよ、お客さんになりました。ああ、なるほど。まあそれが一番でかいですよ。出るよねーとか、なんとか、出てる。まあでも、もう買ってないですよとか言いながらも、あ、そういう風に見てくれるじゃないですか。この会社だったら安心だな、会社ちゃんと回ってんだな、ありますね、しっかりしてんだなって思ってもらえるじゃないですか。いいこと言いましたね、今ね。それはあると思います。それは効果ありました。効果ありました。まあじゃあまた今後も、はい、今後もよろしくお願いします。今後もお付き合いしていただけますか。 OK です、よろしくお願いします。いいともいいですか、もう一回。今後もお付き合いしていただけますか。いいともすいませんまたグローリーチャンネルも本当にね、あ、今ちょっとやっと苦労が実って徐々に増えてきてるんですよ。ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。よろしくお願いします。 OK です。 OK です。あ、すいません。ありがとうございます。そんなよくあることやもんね、本当に。そんなこと僕ね、荷物きます。いやいやそんなね、荷物とか商売できんやな、そんな。Bye.